人生は浮き沈みがありますよね。解説の霧雨マリサです。上杉家がなぜ関東で力を持ったのか知っていますか？白霊霊夢です。上杉範明ってダークエルフみたいな要望だったんですかね。魂魄用夢です。今回は上杉範明を題材にしたいと思うぜ。上杉謙信を知っている人は多いと思うんだけど、上杉範明なんて名前は知らないという人も多いんじゃないかしら。上杉範明は南北朝時代の人物であり、関東管領上杉家の礎を築いた人物でもある。関東管領になっていることを考えると、南北朝時代において関東の戦いを勝ち抜いた人だとも思いますが。上杉範明は上杉系図大概によると、京都安全、関東大事、皆是公の契約なりと記録されており、室町幕府の樹立にも深く関わった人物だと言えるだろう。まあ、関東管領になっているところを見ると、関東で大きな力を持ったことは確実でしょうけど、足利尊氏や忠義の母親は上杉清子であり、上杉範明の父親である上杉範房と兄弟の関係となっているぜ。上杉家が足利家と強く結びついているのは、有利に感じますよね。今回のベースになっている書籍がこれだ。南北朝武将列伝の北朝編です。いつも通りといえば、いつも通りなんだけど、書籍の URL は概要欄に貼っておきます。それじゃ、始めていきましょうか。上杉範明は没年から計算すると1306年に生まれたと考えられており、1333年の鎌倉幕府滅亡の時にはすでに27歳になっていたわけだ。鎌倉幕府が滅亡した時に、27歳なら南北朝時代は十分に活躍できそうだよね。上杉範明は足利尊氏に味方しており、後醍醐天皇の建武の新政で、足利忠義が鎌倉に配置されると、次の話があったように思います。わしは成吉親王を奉じて鎌倉に下校することになった。さようでございましたか。そなたの父上は後醍醐天皇の下で雑祖決断所に配置されたが、そなたはわしと共に鎌倉将軍府に来てはくれぬか。わかりました。忠義様の側近として仕事をさせてくだされ。ならば、そなたを鎌倉将軍府の関東久し番に任命したいと思う。わかりました。父親の上杉範房が建武政権の雑祖決断所に配置されたのに対し、上杉範明は鎌倉に下校し関東久し番となったわけだ。ここから上杉範房の関東でのキャリアが始まった感じかしら。ここで注目したいのは、足利忠義と上杉範明は主従関係が出来上がっており、忠義が生きている限りは忠義派として活躍していくことになる。今の言い方だと忠義の死後は、どうなるかわからないってことなんだろうけど、南北朝時代のカリスマといえば足利尊氏を思い浮かべる人もいると思うんだけど、最後まで足利忠義に付き従った人もおり、忠義にもカリスマ性があったと個人的には感じている。尊氏と忠義は性格の違いは大きいと思いますが、忠義の方に安心感と信用できると感じる人も多かったんじゃないかしら。まあ、この時代の武士の大半は忠義よりも恩賞って話を聞くから、一番は恩賞をたくさんくれる人についていきたいんだと思うけど、1335年に北条時行や諏訪頼重による中仙台の乱が勃発すると、足利忠義は戦いに敗れ一時は鎌倉を奪われてしまった。この時は足利忠義も上杉範明も北条軍の勢いが凄まじく何もできずに、鎌倉を奪われてしまったんだよね。足利尊氏は後醍醐天皇に無許可で東国を目指すんだけど、次の話があったように思う。やっと追いつきましたぞ。よくぞついてきてくれた。わしは何としても弟の忠義の危機を救いたいと考えておる。私の息子の範明も忠義様と共に関東で苦しんでおりまする。ならば、思いは一緒じゃな。はい。北条勢を蹴散らし、仲間を救おうではないか。その通りでござる。東海道を進軍し鎌倉にいる逆賊を滅ぼしてみせようぞ。はは。足利尊氏が後醍醐天皇に無許可で忠義を救うために動いたんだけど、尊氏の軍内には上杉範房もいたってことだよね。足利尊氏は北条時行の軍を蹴散らし鎌倉を奪還しており、この時に上杉範房と上杉範明が久しぶりに顔を合わせたと考えることもできる。中仙台の乱が終わると足利尊氏と忠義は勝手に論功交渉を始めますが、次のようなことがあったと考えられています。こたびの戦いではよくやってくれた。いえいえ、尊氏様の見事な采配のおかげでござる。
そなたを光月の守護に任命したいと思う。光月は新田義貞殿が守護になっておりますが、それは百も承知じゃが、わしは光月を任せられるのは、そなたしかいないと思うておる、わ。わかりました。私が光月守護となれば、新田義貞を支持する者たちと激しい戦いになるやもしれませぬが、一生懸命努力したいと思います。頼んじゃぞ、母。こんなことを勝手にしてしまっていいのかしら。すでに建武政権が鎌倉幕府を滅ぼした大行進である新田義貞を守護や国司としているのに、足利尊氏らが勝手に上杉則房を光月守護にしてしまったわけですから。当然ながら後醍醐天皇や新田義貞にとって許せることではなく、足利尊氏を朝敵認定し攻撃を仕掛けてきたんだけど、足利尊氏は撃退し逆に近畿に転戦したわけだ。近畿では次のようなことになります。どうやら、こたびの戦いはわしらの負けのようぜ。戦いには運もあり敗北は仕方がありませぬ。そなたのお父上である上杉則房も戦死させてしまった。不甲斐ないわしを許してほしい。相手は楠木正成、新田義貞、北畠顕家と天下に名だたる名将であり、犠牲は仕方がありませぬ。父の戦死はむしろ名誉なことでもございまする。かたじけない。わしは九州に落ち延び再起を図ろうと思う。私も九州までお供いたします。感謝いたす。船で九州を目指そう。はは。父親の上杉則房の方は後醍醐帝三傑との戦いで亡くなっていたんですね。上杉則明は後に関東管領にまでなっていることから、関東で戦い続けたように思うかもしれないんだけど、実際には足利兄弟と共に九州まで行っているわけだ。後のことを考えると、上杉則明が九州まで行ったのは良い経験になったと思うんだけど、将棋より久に迎えられた足利尊氏は多々良浜の戦いで菊池武俊と戦うんだけど、上杉則明も足利軍の一員として参戦している。足利尊氏は多々良浜の戦いを前にして切腹を言い出した話を聞いたことがあるんだけど、止めた人の一人が上杉則明って感じかしら。足利軍は多々良浜で菊池軍に逆転勝利し、大軍で近畿地方に向かい、楠木正成や新田義貞を破り後醍醐天皇がいる比叡山を包囲している。足利尊氏の華麗なる逆襲って感じですよね。後醍醐天皇は足利兄弟の諫言に乗ってしまい幕府と講和するんだけど、幽閉されてしまったわけだ。でも、後醍醐天皇って幽閉されてもおとなしくしているような人には見えないんだけど、多くの方が知っているように、後醍醐天皇は幽閉先を脱出し吉野で南朝を開くことになる。室町幕府が衰退する北朝と後醍醐天皇の南朝で、南北朝時代がようやく始まったってことですよね。この時には、上杉則明も近畿に帰ってきているよね。室町幕府が成立すると鎌倉府の責任者が足利義明となり、上杉則明が補佐することになるぜ。上杉則明が義明を補佐して、関東管領上杉則明の誕生ってことかしら。いや、それはまだまだ先だ。そうでしたか。当時の室町幕府の実質的な責任者は足利忠義だったんだけど、足利忠義は次のように上杉則明を評価している。今日は嬉しそうですが、何かあったんでしょうか。光月守護の上杉則明がうまく国を統治し国中正室となったとある。なるほど、上杉殿を褒めているのですな。上杉則明は亡夫がまるで生き返ったかのごとし働きだと考えておる。私も上杉殿の忠厚は本物だと思っております。その通りじゃ。足利忠義と上杉則明って気があったのか、うまくやっていたようなんですよね。後醍醐天皇の要請により欧州の北畠顕家や南部諸行、結城宗広らは再び上洛を始めたわけだ。上杉則明は欧州軍に対処すべく光月から小山城に移り、欧州軍と戦った記録が残っている。でも、欧州軍の総大将は天才戦術家の北畠顕家ですし、戦では上杉則明に勝ち目はないって思うんだけど。上杉則明も采配は悪くはないと思うんですけど、逆境を跳ね返すほどの武勇は持っていないような気がするんですよね。欧州軍は鎌倉の芝居へ長を蹴散らし、近畿を目指しますが、上杉則明ら関東軍は欧州軍を追う展開になったとも考えられている。幕府軍は結集し美濃で青野ヶ原の戦いが始まったわけだ。時折党の動画で出てきたんですけど、幕府軍は敗れながらも活躍したのは時折党だけだった話もありますよね。
幕府軍は青野ヶ原の戦いで敗北し、欧州軍は近畿を転戦するんだけど、石津の戦いで欧州軍は敗れ、北畠顕家も命を落としているぜ。北畠顕家の最後は何度聞いても儚き貴公子の最後に聞こえてしまうんだけど、この後に北陸では新田義貞も不慮の死を遂げており、過去に足利尊氏を破った後醍醐帝三傑は全員が世を去ってしまった。これで南朝の弱体化待ったなし。青野ヶ原の戦い後に、短い期間なんだけど上杉則明は京都にいたことがわかっている。上杉則明は足利忠義に次のように述べております。お話があるのですが。申してみよ。私は関東警護の職務を辞めて近畿に腰を下ろしたいと思います。そなたは関東では嫌だと申すか。その通りでございます。私は忠義様の近くで働きたいと考えております。ならぬ。誠に申し訳ないが、そなたの意見を聞くわけにはいかぬ。なぜでございましょうか。関東は京都から離れており、わしが安心して任せられると思うのは、そなた以外におらぬと思っているからじゃ。信頼の言葉は嬉しく思いますが、私は関東に行きたいとは思いませぬ。そなたが関東で目を光らせてくれねば、幕府がまとまらぬと考えておる。そうですか。関東に行ってくれるな。わかりました。関東で幕府のために尽くします。頼んじゃぞ。上杉則明って関東行きを嫌がっていたんですね。上杉則明は関東管領上杉家の礎を築いた人物であり、率先して関東に行ったかに思うかもしれないんだけど、実際の上杉則明は幕府の中枢である近畿にいて、足利忠義を補佐したかった思惑があったと考えられている。上杉則明ってなんとなく忠義愛が強い人にも感じるよね。忠義愛は高氏も強いと思いますけど。実際に上杉則明が関東行きを嫌がった資料も残っており、本当に関東に行きたくはなかったようだ。関東に行きたくないような人でも、鎌倉公方に次ぐ組織ナンバー2の関東管領になってしまうんですから、世の中ってわからないものだよね。上杉則明は足利忠義だけじゃなく、高氏の頼み事で建長寺の人々が関東に行く時の道案内を頼まれた話がある。足利兄弟にとってみれば、関東のことだったら上杉則明に任せておけって感じだったのかしら。南朝は北朝に対して不利な状況に追い込まれるんだけど、後醍醐天皇は親王と重臣たちを地方に送り込み、地方からの逆襲を試みることになるぜ。でも、こういう不利な状況の中で何とかしようとしても、うまくいくとは思えないんだけど、南朝では大船団を組織し各地を目指すんだけど、嵐により大船団は壊滅してしまった。やっぱり、そうなりましたか。それでも南朝の金吉親王が九州を席巻し、北畠近房が日立の国に入り、織田春久が織田城に迎え入れているぜ。幕府の方でも北畠近房の動きに対処するために、中央から河野諸冬を派遣している。こうなると様々な対立が出てきそうな気がするよね。上杉則明にしてみれば関東は忠義様から預けられた俺の庭だ。そこに河野諸冬が入ってきやがったとか思うかもしれませんし。足利忠義と河野諸直は政敵であり、忠義派の上杉則明と、河野諸直派の河野諸冬の対立も生みかねない状況だったわけだ。でも、南朝の北畠近房という共通の敵がいるわけだから、団結して戦うこともできるんじゃないかしら。今回に限って言えば上杉則明と河野諸冬との間で戦いは起きなかった。二人は団結して共通の敵に戦うことができたんですね。いや違う。どういうこと？実際に河野諸冬と上杉則明が対面で話したのかは不明なんだけど、後の展開を考えると、次のような話があったんだろう。よくぞ関東まで来てくださった。この男が忠義様の政敵である河野諸直の一族の河野諸冬であるか。こちらこそ、よろしくお願いいたします。ご越同士というのは、こういうことを言うのやもしれぬな。はっはお互い幕府の一員として協力してやっていきましょうぞ。その通りですな。お前を信用しているわけではないがな。こやつが関東で幅を利かせるのは何とかしたいところじゃ。幕府からの命令はすでに聞いていると思います。ならば、わしが日立にいる北畠近房の対処に当たろうと思います。私は越後に出兵し南朝の勢力を駆逐しようと考えております。わかりました。お願いいたす。河野諸冬と上杉則明は別の場所に出陣したんですね。日立の北畠近房の対応には河野諸冬が行い、
上杉紀明は越後に出兵したということだ。戦国時代に上杉謙信は関東に連年のように出兵していて、関東軍に越後が攻められるっていうイメージがあまりないんだけど、越後は新田義貞が守護と国司に任命されて、ら止まりに宗義親王が入り、南朝が優勢な地域であり、上杉紀明は対処する必要に迫られていたわけだ。上杉紀明と河野諸冬は別の場所に出陣したわけなんですね。ちなみに、もう少し後になるんだけど、上杉紀明と河野諸冬は対立することになるぜ。やっぱり、そうなりますか。河野諸冬は奥州総大将の石堂義房と共に奮戦し、北畠近房は勇吉かとも味方につけることができず、小田春久も最終的に北朝に味方したことで北畠近房は石城に入ったわけだ。南朝の重鎮である北畠近房がいても北朝の勢いは止められない感じかしら。越後出兵のあたりから上杉紀明は越後守護も兼ねることになるぜ。越後って言えば長尾家っていうイメージもあるのかもしれないけど、長尾家は守護代の家柄だ。今回はその話ではないので省略しますけど、上杉紀明が越後に出兵している最中に次のようなことがありました。その時の様子を見てみましょうか。大変でござる。どうしたのぜ。高氏様と忠義様の聖母である上杉清子様がお亡くなりになりました。こんな時に、お亡くなりになってしまわれたか。上杉清子様の葬儀が行われますが、どのようになさいましょうか。わしがここを離れるわけにはいかぬ。それはそうですが。我が子の上杉のりまさを葬儀に参列させることとする。我らは自分の任務を全うすることに全力を尽くそう。わかりました。よく考えてみると高氏や忠義の母親は上杉家出身なんだよね。越後での戦いを優先させた上杉紀明の態度を足利忠義が高く評価している。足利忠義と上杉紀明ってやっぱり親しい関係ってのがわかりますよね。上杉紀明は越後で大きな戦果を上げて帰国したわけだ。これで上杉紀明は胸を張って越後と神津家の2カ国の守護になったと言えそうですけど。関東や東北での戦いでは石城も陥落し、北畠近房は近畿に戻ることになった。役目を遂げた河野諸冬は一度近畿に戻ることになるぜ。あくまでも河野諸冬は中央からの遠征軍って扱いだったのかしら。近畿の方では河野諸直が楠木摩擦らを四条縄手の戦いで破り、吉野を焼き払うなど大戦果を挙げており、幕府内での権力が高まることになる。このあたりはこのチャンネルでは何度もやったんだけど、足利忠義は一度は河野諸直を追放するんだけど、逆襲された忠義は失家に追い込まれるんだよね。上杉紀明の一族で忠義の側近である上杉重義は、河野諸直を残言したとして配慮され殺害されてしまった。こうなると上杉氏は河野諸直や一族に対し、好感情は絶対に持たないでしょうね。足利忠義が出家すると関東にいた足利義明らが京都に行き代わりに、足利元氏が関東に下校しているぜ。この時の足利元氏は9歳の子供であり、政務を行うことができず、上杉紀明と再び関東にやってきた河野諸冬の二人で補佐する体制となったわけだ。これはもう対立待ったなしの形勢では。これまでの経緯を見ても上杉紀明は明らかに足利忠義に近しい人物であり、足利忠義と河野諸直の対立は、そのまま関東の上杉紀明と河野諸冬との対立に直結することになる。この時期だとさすがに上杉紀明も京都に戻りたいとは言わないでしょうね。河野諸直により出家させられた足利忠義なんだけど、南朝の後村上天皇に降伏するという禁じ手を使っている。過去には北朝の最高責任者だった足利忠義が突如として南朝の武将になるっていうのは凄まじいほどの衝撃が走ったんじゃないかしら。この時に足利尊氏と河野諸直は九州の足利忠冬の討伐に向かっていたんだけど、九州遠征を中止し忠義と戦うことになる。関東の方でも忠義に味方する上杉紀明と河野諸直の一族の河野諸冬の戦いになったわけだ。ついにこの日がやってきてしまいましたか。関東の関王の上乱に関しては石堂義房が資料を残しており、上杉左衛門九郎となる人物が日立で挙兵しており、名前からも上杉氏の人物だということがわかるはずだ。上杉紀明自身も神津家に戻り挙兵し、河野諸冬は足利元氏を奉じて鎌倉を出ることになる。足利元氏が幼いとはいえ鎌倉府のトップにいるわけだから、
河野諸冬が有利になるんじゃないかしら。ここで次の話があります。な。なに？河野諸冬が元氏様を連れて鎌倉を出たじゃと。む。むむ、急いで元氏様を奪還せよ。上杉勢が相模国の毛利荘で元氏を奪い返し、上杉紀明を友として鎌倉に戻ったわけだ。上杉紀明が元氏を奪還したなら、地盤もある上杉勢が圧倒的に有利になるんじゃないかしら。河野諸冬は甲斐に落ち延びるんだけど、ここで命を落とすことになり関東は上杉勢が優勢となった。そうなると関東は忠義派の上杉紀明が制したってことかしら。今度こそ、関東管領上杉紀明の誕生、そうはならない、え。まだなの。1351年になると足利元氏が藩始めを行うようになるんだけど、足利元氏はまだまだ子供であり、上杉紀明が主導したと考えられている。これを見ると上杉紀明が実質的な鎌倉府のトップになるんでしょうね。足利忠義は関東の戦いにおける論功交渉を行うように、上杉紀明に指示しており、上杉紀明は独自の裁量で論功交渉を行ったわけだ。恩賞は大半の人にとって最重要項目のはずだから、上杉紀明に対する求心力が高まったことでしょう。上杉紀明の本心で言えば足利忠義に禁止したいと考えていた書状が発見されており、上杉紀明は中央で活躍したかったはずです。関東が安定すれば、中央に行きたいのが上杉紀明って感じかしら。しかし、足利忠義は関東を治め元氏を補佐するのは、上杉紀明が適任だと考えていたようで、上杉紀明の上洛を許さなかった。やっぱり、そうなりますか。足利元氏が足利忠義を尊敬していたとする話もあるんだけど、上杉紀明の影響も多々あったように感じているぜ。これまでの上杉紀明と足利忠義を見ていればわかる気もするんだけど、西国の方では足利忠義が足利尊氏と河野諸直を内出浜の戦いで撃破したわけだ。戦いに敗れた河野諸直は出家することになったんだけど、次の話が残っている。お前は何者なのじゃ。これからお前はどこに行くつもりなのだ。わしはこれから出家しおとなしくなるつもりじゃ。お前は過去に無実の上杉秀吉を殺害しているのだ。それは違う。同じことをしてやるのだ。やめろ。やめないのだ。河野諸直を殺害したのは上杉氏の人物だったと考えられている。忠義派の上杉家からしてみれば、河野諸直に対する恨みは溜まっていたでしょうから、これで河野諸直の一族は完全に没落することになった。戦国大名で孔子って聞きませんから、室町時代の初期にすでに没落したってことなんですね。足利忠義は幕府内の政争に勝利したんだけど、南朝との交渉は行き詰まり、恩賞や政治主導をめぐって今度は尊氏や義明と対立するようになる。足利尊氏の動画を見てくれた人ならわかると思うんだけど、あんなに仲が良かった尊氏と忠義が戦わなきゃならなくなるんだよね。足利忠義は身の危険を感じ京都を出て北陸に向かい関東に入ることになった。関東の地は忠義派の上杉紀明が鎌倉公方の足利元氏を擁していますから、関東が一番安全だと忠義は判断したんでしょうね。足利忠義は鎌倉に入るわけなんだけど、その10日ほど前に上杉紀明と小笠原氏が戦った記録があり、忠義の関東入りを尊氏派で妨害しようとしたのではないかと考えられている。尊氏が忠義と本当に戦う気があったのかは不明なんだけど、小笠原氏が情報を聞きつけて勝手に妨害したのかもしれないけど、尊氏と忠義はお互いに敵意はなかったんだけど、部下が勝手に勢力拡大のために派閥を作り戦い始めたとも言われている。尊氏と忠義の関係がどうあれ戦いになったという結果だけは間違いないでしょうね。足利尊氏と忠義の間で去った山の戦いが勃発するんだけど、最終的に足利忠義は尊氏に降伏し、忠義はそれから間もなく亡くなっているんだけど、太平記では尊氏の毒殺だとする噂が流れたことになっている。足利忠義が亡くなったことで、上杉紀明は後ろ盾をなくしたことになるんじゃないかしら。忠義の敗北は上杉紀明の敗北でもあり、
上杉紀明の神津家守護と越後守護は宇都宮宇治綱が任命されている。関東執事に畠山国清が就任し、薩多山大政が行われることになるぜ。ただ忠義の敗北で上杉紀明の守護職も剥奪され勢力は大きく後退したことは間違いないでしょうね。漢王の上乱の後に上杉紀明は信濃の国に移りますが、次の話があります。これから足利尊氏と戦うと聞いてやってきました。幕府の神津家や越後の守護をしていたあなたが、我らにいかなる用事があるのでしょうか。わしはあなた方と共に戦うためにやってきました。足利忠義殿が過去に南朝に降伏したことがありましたが、あなたが我らと共闘したいというのは意外なのですが。我が敵は我が友であり主君でもあった忠義様を討った足利尊氏でござる。ならば、我らと思いは同じですね。その通りでございます。我らで共闘し足利尊氏を討ち果たそうではありませぬか。よろしくお願いいたす。宗義親王を奉じた新田義興や北条時行らが、神津家で挙兵し足利尊氏と戦うことになるんだけど、上杉紀明ら旧忠義派も南朝の新田義興や、北条時行の軍に合流したってことだよね。上杉紀明が南朝に鞍替えした理由なんだけど、信仰があり自分を高く評価してくれた足利忠義を、死に追い込んだ足利尊氏を恨んでいたのではないかとする説がある。河野諸直が亡くなってから1年後の同じ日に足利忠義が亡くなっていることから、尊氏による毒殺説を後押ししているんですけど。尊氏による忠義の毒殺説に関しては様々な意見があるんだけど、上杉紀明は足利尊氏が忠義を毒殺したと認識しており、南朝に鞍替えしてまで尊氏と戦ったのではないかとされているわけだ。こればっかりは当事者である足利尊氏にしかわからないと思うんだけど、尊氏が忠義を毒殺した話を聞いたら、俺そんなことしてねえよと思うかやっぱりバレたかと思うのかは不明ですが。足利尊氏の関東での戦いは武蔵の合戦と呼ばれているんだけど、新田義興、北条時行、上杉紀明ら足利尊氏に恨みを持っていた人々の戦いとなったと見ることもできる。忠義を一貫して支持していた桃の板田常なんかも、南朝に鞍替えして越中などで奮戦しているぜ。足利尊氏は忠義を倒しても、忠義派の残党と戦わなければならなくなった感じかしら。南朝の軍は小手差しが原の戦いで足利尊氏を破り一時は鎌倉を奪還するんだけど、体勢を立て直した足利尊氏に薄い峠の戦いで敗れてしまった。関東での武蔵の合戦は最終的に足利尊氏の勝利となり、上杉紀明は新越方面に落ち延びていくことになる。やっぱり、戦上手の足利尊氏の壁は厚かった。足利尊氏は足利元氏を関東執事の畠山国清らに任せ自らは近畿に戻ることになる。尊氏という敵を見失ったのか上杉紀明は息子の上杉紀政に、家督を譲り出家し隠遁生活に入ったとも言われている。この時期の上杉紀明の行動は資料が少なくわからないことが多い感じかしら。1358年に足利尊氏が亡くなると旧忠義派の人々が幕府に復帰することになり、この中に上杉紀明の姿もあったわけだ。足利尊氏の死は偉大なる英傑の最後と見ることもできるんだけど、忠義派の幕府復帰を容易にしたんですね。足利義明の時代に関東執事の畠山国清が兵を率いて近畿に行くなどもあったんだけど、活躍ができず後に乱を起こして亡くなっている。こうした中で、次のような話があったと考えられています。うぷ主の妄想も混ざっております。お呼びでしょうか。わしは上杉紀明を関東の重要な役目を担わしたいと思うておる。しかし、上杉紀明殿は忠義様が敗れた時に、越後及び神津家の守護を解任されておりまする。わしは上杉紀明の越後、神津家守護職復帰を後押ししたいのじゃが、今の越後と神津家の守護は尊氏様が、薩多山大政により任命した宇都宮宇治綱殿ですぞ。宇都宮宇治綱や薩多山大政により厚遇された者たちの反発は覚悟の上じゃ。なるほど。元氏様は上杉紀明殿のことを信頼しておられるのですな。うむ。今の武士は忠義面をしても、結局は全て恩賞にしか目がいってはいない。上杉紀明殿は違うと申されるか。その通りじゃ。上杉紀明はわしにとって信頼できる存在じゃ。それに兄足利義明らからも上杉紀明を越後、神津家の守護にするようにと言ってきておられる。なるほど。それなら上杉紀明を越後、神津家の守護にしても問題はありませぬな。上
杉則明の関東管領就任に異を唱える者も出るじゃろうが、そのようなものはわしが叩き潰す。そこまでお考えでしたか。うむ。上杉則明が関東管領になれるように取り計らえ。はは。足利義昭は1362年までには上杉則明を越後守護として復帰させていたことが、幕府管領の柴吉行の文書からわかっている。上杉則明は再び越後守護と神津家守護を兼任するようになり、1363年には足利元氏が上杉則明を関東管領になるように依頼したこともわかっているぜ。でも、なんで足利元氏は上杉則明を重用しようとしたのかしら。個人的に思うのは当時の武士は恩賞成人であり、恩賞が最優先だったわけだ。恩賞第一っていうのは、現代にも通じると思いますが。こうした中で上杉則明は任務には忠実で、足利忠義の近くで働きたいと言ってみたり、足利元氏からしてみれば信頼できると思ったんじゃないだろうか。まあ、このあたりは本人じゃないとわからないと思いますが、上杉則明の関東管領就任に関しては、足利義昭の思惑もあったはずだ。足利義昭は征夷大将軍になると大内や山ならただ冬に味方した南朝の主力を北朝参加にすることに成功している。足利義昭もなかなかやりますね。ただし、足利義昭のやり方に不満を覚える人もおり、多くの所領を持ちたいなら一度は幕府の敵になった方が良いのではないかとも言われているわけだ。な。何？その言い方。でも、上杉則明も一度は幕府の敵になっていますよね。足利義昭の敵になった者を優遇した話は、足利義昭の会でやりたいので、ここは割愛させてもらいます。よろしくお願いします。関東では、足利尊氏により越後及び、神津家の守護となった宇都宮宇治綱は上杉則明が、越後、神津家守護になったことにより解体されており、激しい反発が予想されていたわけだ。足利元氏の様子を見てみましょうか。宇都宮宇治綱がわしにも不満を持っているようじゃな。宇都宮宇治綱とのことはあくまでも不明ですが、配下の歯が高定が不穏な動きをしていることは間違いありませぬ。上杉則明の関東管領就任に不満を持っているのだろう。十分に考えられます。歯が高定を叩き潰し宇都宮宇治綱がどう動くか見定めさせてもらおう。わかりました。軍勢最速状を出し歯が高定を叩き潰せ。はは。足利元氏は宇都宮宇治綱が合戦の準備をしている情報をキャッチすると、武蔵国へ出陣し宇都宮宇治綱の家臣である歯が高定を撃破している。こうなると、宇都宮宇治綱がどう動くかがポイントだと思うんだけど、宇都宮宇治綱は歯が氏のことは知らなかったとしたんだけど、独力で元氏の軍に抵抗する力もなく、上杉則明の関東管領を認めるしかなかったわけだ。足利元氏は力で宇都宮宇治綱をねじ伏せた感じかしら。上杉則明は関東管領として鎌倉に入ることになるぜ。ついに初代関東管領、上杉則明の誕生。上杉則明は就任直後は積極的に内政に関わっていたようなんだけど、比較的早い段階で関東管領や神津家守護上杉左近将軍上杉明義に譲ったことがわかっている。上杉則明は関東管領になって隠居生活を始めたのかしら。これを見ると上杉則明が政務から身を引いていったように感じるかもしれないんだけど、京都に行き足利義昭らから関東への命令を受けるなど、幕府中枢と関東への橋渡し役にもなっているわけだ。もともと、上杉則明さんは京都愛が強い人でしたからね。当時の幕府は義昭らの将軍家とも当時の鎌倉公方で成り立っており、上杉則明は調整役になったとも言えるだろう。これで関東は鎌倉公方足利元氏と関東管領上杉氏でまとまるんじゃないかしら。そうはならない。え。そうなの。まだ、一悶着あるんですね。1367年に足利元氏がわずか28歳で亡くなってしまった。これって上杉則明は後ろ盾を失ったことになってしまうのでは。上杉則明を関東管領に登用したのは、足利元氏であり上杉家にも暗雲が立ち込めたわけだ。そりゃ、そうなるよね。さらに、その翌年には征夷大将軍の足利義昭も亡くなっているぜ。関東だけじゃなく、近畿にも暗雲が立ち込めたように思うんだけど、
足利義昭の後継者になった足利義満はまだ幼少であり、同じく東国を治める鎌倉久保は元氏の子である金王丸足利氏満が後継者になった。これだと、幕府の将軍と鎌倉久保の両方が、幼少だという結果になってしまったと思うんですが、やっぱり、主君と呼べる人は長生きしてくれないと困る部分もありますよね。元氏が亡くなった時に、佐々木道与が関東を訪れたんだけど、足利義昭が亡くなった時には上杉範明が近畿に赴いている。まあ、佐々木道与は幕府からの指示を関東に伝えた感じかしら。征夷大将軍と鎌倉久保が共に幼少ということになり、幕府管理の細川頼之と関東の上杉範明は重要なポジションにいたと言えるだろう。頑張れ上杉範明。上杉範明が上洛している最中に武蔵や相模の平成武士で構成されていた兵一揆が挙兵している。足利元氏が亡くなったことで、関東が安定さに欠けている。兵一揆の中心人物は川越忠重や高坂氏重らであり、薩多山の戦いでは足利尊氏に味方した川越忠重は相模国の守護にもなっていたわけだ。もしかして、川越忠重って義昭の時代に、相模国の守護を解体されているんじゃないかしら。正解だ。やっぱり、これだと不満を持つのは明らかでしょうね。川越忠重ら兵一揆は川越館にこもり挙兵することになった。どうなることやら。兵一揆の反乱を京都で聞いた上杉範明は急いで関東に戻ることになり、関東に戻った上杉範明は鎌倉久保の金王丸足利氏満を奉じて兵一揆の乱を鎮圧している。上杉範明は鎌倉幕府の滅亡の時にすでに27歳になっていたわけだから、すでにこの時は還暦を超えていたんじゃないかしら。戦場に立つのも辛そうな年齢だと思うんですが、上杉軍は兵一揆を平定しただけでなく、兵一揆に組みした宇都宮宇治綱をも制圧してしまった。ここにおいて関東では鎌倉久保を頂点とし、上杉家が関東管領となり補佐する体制が出来上がったわけだ。おお、ついに関東が安定する感じかしら。しかし、1368年の乱を鎮定している最中に上杉範明は陣中で没している。そうなの。ついに目標を成し遂げたと思ったら、最後の時が来てしまうなんて。去年は63歳だったと伝わっているぜ。上杉範明は上杉氏交流の礎を築いた人物だと言えるでしょうね。ここで注意しなければいけないのは、関東が安定して、鎌倉久保の足利家と関東管領の上杉家で協力して関東に平和が来たわけでもないということだ。それって、もしかして、後には鎌倉久保と関東管領上杉家で対立したり、上杉家内部での争いが起きている。やっぱり、そうなりますか。歴史のおなじみのパターンというか、戦国時代になると上杉家は北条家に圧迫され、関東管領も長尾家上杉謙信に譲ったわけだ。上杉謙信が最後の関東管領だと言えるでしょうね。この話は有名だから知っている人も多いと思いますが、それでも、上杉範明は浮き沈みがありながらも、上杉家を軌道に乗せた人物だと言えるでしょうね。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思う。この動画が面白かったらチャンネル登録、スーパーサンクス、概要欄からブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。